ジョージ・アダムスキーについて。皆さん、こんにちは。今回の世界じっくり機構はジョージ・アダムスキーについて紹介していこうと思います。オカルトブームは1970年代から1980年代頃までが最も盛り上がりを見せていた時期でしたが、中でも未確認飛行物体、いわゆる UFO の話題は子供から大人まで幅広い年齢層の人たちを魅了していきました。当時世界中から UFO を見たという多くの目撃者が現れ、時にはメディアに取り上げられ、 UFO 目撃事件として大々的に報道されることも少なくなかったのです。 UFO 関連の特集番組が増えていき、テレビの前に釘付けになった後、外に出て夜空を見上げた人も大勢いたことでしょう。 UFO は一種類ではなくたくさんの種類が紹介され、小型や中型の UFO だけでなく大型の母船のような UFO も登場しました。どんどん広がる魅力的な世界観に UFO を信ずる人々はいつか体験するかもしれない未知との遭遇に心を惹かれていったのです。そして UFO の中でもアダムスキー型 UFO と呼ばれる種類のものは、子供に UFO を描かせれば必ず出てくるほどにメジャーな形をした空飛ぶ円盤として定着していきます。今回は誰もが知っているあの形の UFO を世間に知らしめた男、ジョージ・アダムスキーについてお話ししていきましょう。 UFO ブームについて知る。本題に入る前に UFO ブームについてまずお話ししましょう。 UFO ブームは1970年後半頃から特に盛り上がりを見せていきますが、それには一段落したオカルトブームをさらに盛り上げるという狙いが秘められていたように思われます。オカルトブームといえば、人類滅亡の危機を訴え日本中を不安にさせたノストラダムスの大予言や、巨大ユーマの元祖といえるネス湖の怪獣ネッシー、スプーン曲げの超能力者ユリ・ゲラー、チンパンジーと人間との間の半獣人オリバー君など、素敵な話題が一世を風靡していきますが、次に仕掛ける新たなネタとして登場したのが未確認飛行物体だったというわけです。仕掛け人はもちろん日本テレビの名物ディレクター八尾淳一であり、日本初の深夜のワイドショー番組 11PM や伝説の特番木曜スペシャルで UFO 特集を放映し、高視聴率をゲットしていきます。その後 UFO ブームは独り立ちしていき、人気アイドルピンクレディの大ヒット曲 UFO を生み出し、2020年の今でも愛され続けているカップ焼きそば日清焼きそば UFO を発売させます。映画ではスティーブン・スピルバーグ作品未知との遭遇が大ヒットし、まさに UFO は宇宙の産業革命といえる経済的効果に貢献していったのです。また宇宙人とコンタクトしたとされる人物ジョージ・ヴァン・タッセルが宇宙人からテレパシーで教わったベントラ・ベントラ・スペース・ピープルという呪文が大流行し、 UFO を呼ぶためにたくさんの人たちがこの言葉をつぶやきました。そんな素敵な UFO ブームを支えた重要人物の一人がジョージ・アダムスキーであり、彼の紹介したアダムスキー型 UFO は空飛ぶ円盤の典型的な型として世間に広まっていくのです。 UFO 研究家ジョージ・アダムスキー、ジョージ・ヴァン・タッセルやジョージ・アダムスキーのように宇宙人と接触する人たちのことをコンタクティと呼びます。日本人では UFO おじさんこと村信之がコンタクティとして知られており、テレビ番組などに出演し知名度を上げています。コンタクティには癖の強い人間が多く、それをうまくまとめているのがジョージ・ヴァン・タッセルだったと言われていますが、ジョージ・アダムスキーもタイム誌からカリフォルニアの変人と呼ばれたほどの人物でしたので、他のコンタクティに負けず劣らず変わり者だったと言えるのかもしれません。アダムスキーは1891年4月17日にドイツ帝国に生まれますが、
彼の生まれた2年後に一家はアメリカに移住したため、ポーランド系のアメリカ人としてニューヨーク州で育ちます。幼さの残る8歳の頃に単身でチベットに渡り、12歳までこの地で過ごしますが、この頃にダライ・ラマから教えを授かったといいます。このチベット留学については経歴詐称疑惑がかけられており、時代背景から見ても当時鎖国体制を取っていたチベットに8歳の少年が足を踏み入れることなどできないとして疑問の声が高まります。ダライ・ラマの教えを受けたというアダムスキーの発言は周りから反感を買い、それを信ずる者は少なかったようです。アダムスキーが未確認飛行物体との遭遇について語り始めたのは1950年の初め頃だと言われていますが、中でも1952年11月20日の目撃体験は衝撃的なものでした。彼と同じように UFO のコンタクティーとして有名になったジョージ・ハント・ウィリアムソン夫妻や他の友人たちと共にカリフォルニア州のモハーベ砂漠を訪れたアダムスキーは、そこで巨大な円筒形状の UFO と遭遇するのです。彼はすぐにその巨大 UFO が自分に会いに来たと直感し、人気のないところに移動し、さらに一人で行動することで宇宙人とのコンタクトを試みます。その後、巨大 UFO から飛び出した銀色の小型 UFO で地球に着陸した宇宙人は、アダムスキーの前に姿を現し、テレパシーを通じて地球上の核実験に関する話をしてきたといいます。単独行動による宇宙人との接触だったために、この様子を同行していた仲間たちは見ていませんが、一人だけ双眼鏡から現場を目撃したという証言はあるようです。また仲間たちからは UFO さえ見ていないという話もあるらしく、信憑性を疑う声もありますが、もし本当の話であれば UFO はある特定の人間だけに姿を見せることができる技術を持っていたのかもしれません。同年12月13日には彼は未確認飛行物体を撮影することに成功したと発表しますが、この時に映っていた UFO こそが有名なアダムスキー型 UFO と呼ばれるようになります。この写真は望遠鏡にカメラを取り付けて撮影したため、 UFO にぴったりとピントが合い、その形状がはっきりと写っていました。アダムスキーは何度も宇宙人とコンタクトをしていたらしく、そのほとんどが金星人であったそうですが、たまに火星人や土星人とも接触する機会もあったようです。また宇宙人に連れられて金星に行った時には、亡くなった妻が転生した少女と会うことができたと話していたり、巨大 UFO に乗せてもらい月を一周したことがあるなど、たくさんのエピソードを披露しています。彼の主張は当然のことながら全てが信用されることはなく、常に賛否両論を醸し出していましたが、今日の UFO 研究において興味深い逸話も数多く残されているのです。特にアダムスキー型 UFO については、世界中で同じような形状のものが目撃されており、彼の主張が狂言であると簡単には言えない状況がいくつも残されているのでした。知名度ナンバーワンを誇るアダムスキー型 UFO、 小型 UFO の代表的な形状といえば間違いなくアダムスキー型 UFO が挙げられます。雑誌、テレビはもちろん、プラモデルも発売され、瞬く間に人気の空飛ぶ円盤の地位を獲得していきます。ぐいのみとラーメン茶碗を重ねたような独特の型、もしくは一昔前の電気の傘を連想させるような、どこかユーモラスな印象を与えてくれるアダムスキー型 UFO ですが、底面に複数配置された球体は周囲を無重力にさせる何かしらの装置であると考えられます。一説によると強力なプラズマエネルギーが発生しているとも言われていますが、謎に包まれた動力部分であるのは間違いなさそうです。またぐいのみとラーメン茶碗の間に丸型の窓のような部分がありますが、ここからも空飛ぶ円盤のワクワクを高めてくれるような謎の光が発せられています。ここがコックピットであるとよく思われがちですが、宇宙人のテクノロジーは未解明な部分も多いので、操縦席や操縦桿があるかどうかさえ定かではないのです。まとめ、 UFO ブームの頃、子供たちのアニメや特撮の世界に空飛ぶ円盤は複数の作品で登場しています。漫画家永井豪原作のマジンガーシリーズ第3弾 UFO ロボグレンダイザーや、
当時ブームだったアメリカンフットボールの要素も取り入れた UFO 戦士ダイアポロン、名優奥田瑛二の初主演作品円盤戦争バンキッドなど懐かしい名作がたくさんありました。また海外の特撮ドラマでは謎の円盤 UFO が大ヒットしますが、この作品はサンダーバードなどのスーパーマリオネーションで有名になったジェリー・アンダーソンの作品となり、人形ではなく俳優が演じた実写作品である点も注目されました。数々の疑惑が噂された UFO 研究家ジョージ・アダムスキーですが、彼の提唱したアダムスキー型 UFO や宇宙人との数々のコンタクトの逸話は人々の好奇心や想像力を存分に発揮させ、彼の没後に大々的な UFO ブームを巻き起こします。それはまるで天才と呼ばれた芸術家たちが亡くなってから評価されて有名になることと似ているような気がします。今回はジョージ・アダムスキーや未確認飛行物体の世界をお話ししてきましたが、たまにそっと空を見上げればまさかの UFO 目撃なんてこともあるかもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらのボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。